皆さんこんこにちは今回はちょっと不思議なお話を皆さんにしていこうと思います。何の話かといいますと民民国国時間とか民国スキー空間ととか空呼ばれるものになりますさあ何の話でしょうというと実はこれがですねものすごく希望に満ちたお話になっているということであります。 それでは進めたいと思います。希望の日本再生チャンネル。まずですね、皆様にお見せしたい絵があります。それはこちらの図になります。見たことあるっていう方もおいでになるかもしれません。円錐が逆さまになって上下に2つあります。真ん中に平野があります。で、えー、時間軸が、これは、この図では下から上、つまり過去から未来へと流れています。日本的な感覚,感覚は全く逆で、 時間軸は未来から現在、現在から過去へと流れますので、この図とは反対の方向に向かうことになるんですが、この時間軸が上を向いているか下を向いているかというのはあまり問題にはなりません。で、下の方の円錐、まずこの過去の円錐というのをご覧いただきたいんですけれども、この円錐の中で実は様々な過去がある。我々が認識しているに過去。 自分が思っている過去と他の人たちが認識している過去というのは微妙なずれがあるずれた過去を持った人たちが今この瞬間にタイムラインを共有しているこれが今真ん中の平面の中における上下の円錐が合わさった点になりますここは時間の平野と呼ばれているものですのでこの時間の平野の中で えー、この点の場所というのは様々に移動をします。これはあの実際に僕が体験した話ではなくて聞いた話なんですけれども、う車を運転していて、で、突然前から車が飛び出してきて、ドカーンとぶつかって、ぶつかった拍子に自分の体がフロントガラスをブワーンと打ち破って、そのまんま、えー、地面に転落して、頭がバサッと割れてしまうという、その瞬間を持った。 なったまあ、まあ、そこで、だから、その方はお亡くなりになるわけですね。ところが、いざ亡くなろうとしたその瞬間に、その瞬間に、戻りなさいっていう声が、突然頭の中に響いたと思ったら、そしたら、衝突する直前、前から車が飛び出してくる、その直前の状態にで、ハッと気がついたってわけです。で、あれ、危ないかもしれないと思って、ブレーキを踏んで減速したところ、 前から車が飛び出してきて、スーッと右折して、横地の路地へ入っていった。減速していたので、おかげさまでぶつからずに済んだ。なので、今でもその方は元気に生きてらっしゃいます。でも、本人は間違いなくその時に衝突したという記憶を持ってらっしゃるんです。あるんですよ、そういうのって、世の中に。で、まあ、それに近いようなお話というのは、もしかすると皆さんもご経験を持ってらっしゃるかもしれません。 特に命の危険があるような大変な事態の時というのは、割とそういうことが起こりやすい。それに類するような経験って意外と多くの方が持ってらっしゃるようなんですね。で、先ほどの図に戻りますけれども、この濃いブルーの部分、この濃いブルーの部分のある一点において我々は時間を共有しているわけなんですが、実はその時点で微妙なズレがあるということも、 言われていいるととうことになりますそしてですね、この過去の円錐なんですけれども、実はいろいろ別な記憶を持ってらっしゃる、別な過去を持ってらっしゃる方が、今この真ん中の部分で、えー、ご一緒している、人生を共にしていると、ここですね、ここで人生を共にしているということがあります。例えばなんですけれども、皆さん、昔ですね、小学校、中学校の頃に音楽室に、 ベートーベンの肖像画って飾ってあったのことを覚えていらっしゃる方もおいでになると思うんですね。えー、すごく難しい顔をして、うん、っていう顔して、で、えー、羽ペンを持って、まあ、楽譜を今書こ,うと書こうとしている。まあ、そんな風なあ上目遣いのベートーベンの肖像、なんとなく記憶の中にある方も多いと思います。で、そのベートーベンってものすごく恐ろしい顔をしていて、で、羽ペンを持っていた。 といいうう記憶を持っってらっしゃる方が多とと思うんですところがですね今ベートーベンの肖像画って実はこんな風にかなりイケメンになっています意外とちょっと優しそうな顔に変わっていますで手元ご覧ください楽譜を書いているのがなんと鉛筆ですでしょどう見ても鉛筆でしょで普通楽譜っていうのは 縦の線が細くて横の線が太いわけですよね。そういうペンで描いてるから音符はああいう形で書けるわけです。なんで縦の線が細くて横の線が広くなるかっていうと、あの、羽の先っちょを斜めにカットした羽ペンを使って描いてるから、ああいう絵を描くことができるわけです。にもかかわらず、このベートーベンの肖像画はなぜか鉛筆持ってる。 でえんも,もちろん鉛筆でも楽譜を書くことはできますけどでも縦の線を細くて横の線をこう太くするようなああいう音符って書けないですよね。なんで鉛筆なんだろうって思うんですけれどもでも今ベートーベンの肖像画で羽ペンを持った肖像画ってないんだそうですよ。で我々の記憶の中にあるベートーベンの肖像画と今現存しているベートーベンの肖像画って全然違うものになってるわけです。 あれれれれと思いませんあるいはね、まあ、あの、このあたりは、笠倉美幸先生から教わったお話なんですけれども、あるいはスフィンクス。スフィンクスって言うと、うまあ、こう、こういう感じで立ってるぞエジプトのスフィンクスね。っていうことでえ、記憶持ってらっしゃる方がほとんどだと思います。でも最近のスフィンクスってこうなってるって知ってましたこうなってるんです。こちらですね。こちら。腕が長い。 記憶で違うと思いませんスウィックスってこんな格好してましたっけねあるいはね、あの、世界地図があります。世界地図。こう、世界地図をご覧いただいたときに、オーストラリア大陸の位置っておかしいと思いませんなぜかパプアニューギニアのすぐ近くにあって、で、ニュージーランドよりもかなり赤道寄りになってますよね。でも、オーストラリアってオーストラリア大陸と言われるぐらいで、 あの、ニュージーランドとほぼ同じぐらいの緯度にあって、かつ、オーストラリアの一番その南側、一番下のところっていうのは、ほとんど南極と接するような状態で地図が書かれていたような記憶ってありません少なくとも僕の中ではそういう記憶になってます。でも、今、現実に経済使われている世界地図って、オーストラリアはなぜか小さくて、 パプアニューギニアにほとんど接するぐらいの位置にあって、かつニュージーランドよりもかなり赤道に近い場所にあります。なんか記憶と違うんですよね。それから他にもあります。これあの宮崎アニメの千と千尋の神隠しのラストシーンになります。トンネルを抜けて出てきたところ、車がいっぱい車の上にいっぱい落ち葉がかかっていて、えー、お父さんがびっくりしてえー、どうしてこんなになっちゃったんだ。で、お母さんが腹おかしいわね。 いつまでこんなに汚れちゃったのかしらとか言って、で、千尋がトンネルの方を振り返って、そこでエンディングになる。というのが、まあ僕なんかが映画館で見た、千と千尋の神隠しになります。でも、最近、こう聞きますとですね、いや、千と千尋の神隠しのラストって違うよと。そのシーンの後に、みんなで車に乗っかって、引っ越し先の、引っ越し先の家まで行ったら、すでに引っ越し屋さんのトラックがそこにやってきていて、 で、ああ、すいません、遅くなりました。と、言って、お母さんが駆け寄っていって、で、千尋が振り返ると、そこには琥珀川がある。みたいな、そんなふうなシーンで、千と千尋の神隠しが終わっている。実際、映画館で、そのシーン、間違いなく見たっていう人が結構いるんですよね。でも、僕なんかは見たそ、そんなラスト見,見たことないわけですよ。 つまり、どういうことかというと、先ほどのミンコフスキー時空に戻りますけれども、実は過去っていうのはいろいろな過去がある。いろいろな経験をしている人たちがいる。で、そのいろんな別なタイムラインにいた人,いた,人たちが、今、この瞬間に時間を共有しているということになるわけです。で、そうなってくると、同様に未来もまた、 なな未来があるとということになりますき亮先生が漫画で書いたように2025年の7月の5日だったかな巨大なあの大津波が世界中の都市を襲う,うといったようなそういう未来を未来,未来のタイムラインももしかしたら本当にあるのかもしれません。でその理由として最近よく言われているのが太平洋に巨大な隕石が落下してこの隕石落下によって 100メートル級の大津波が太平洋沿岸の世界の都市をばーっと襲う。日本もその台風にのまれる。結果として、日本の太平洋側の大都市はおおむねことごとく壊滅するし、で津波っていうのはずーっと日本海の方まで回り込んできますので、日本海側も決して無事では済まない。えー、それによって、おそらく多くの命が失われることになると。いうふうなことが言われています。えー、結構ま,まことしやかに 隕石すでに発見されていていで,、えー、でも世界的な発表は NASA が落下する2ヶ月前に行うということになっているなんていうふうなことをおっしゃる方もおいでになります。もしかしたら本当にそういう未来のタイムラインっていうのは存在するのかもしれません。でもなぜか僕には確信があるんです。タイムラインっていうのはそれぞれ人によって訪れるタイムラインが違う。ということは。 そういうタイムラインに進んでいく人たちもいる。そのことをもっと言うならば、1999年の7の月に、月にアンゴモルラの大王が降ってきてて、降ってこなかったじゃないかって、今皆さん思ってらっしゃると思うんですけれども、でももしかすると、本当に降ってきたというタイムラインを持つ平行世界もあったのかもしれません。あるいは、 人類滅亡 <laughs> みたいな、そういう風な未来っていうものが本当にあ、そういう過去っていうのはあったのかもしれない。でも今我々が経験しているのは、そのようなタイムラインではない、全く別なタイムラインにいるわけですね。でということは、つまりここでありますように、時間領域、時間っていうのは必ずしも一直線だけ、ただの一直線に進んでいるものではなくて、いろんな形にこう変化をしていく。 ということが分かるわけです。これが、いわゆるミンコフスキー軸と呼ばれるものになります。多元宇宙論とかありますけれども、多元宇宙というのも、このミンコフスキー論を用いますと、ちゃんと説明がつくということになるわけですね。でそういう意味で、今我々が、我々にとって必要なことは、世界が滅亡するとか、日本がなくなっちゃうとか、隕石が降ってくるとか、いったような未来を望むのではなくて、 我々自身が本当の意味で素晴らしいと感じることができるようなそういう未来を自ら作り上げていくこと未来は過去の延長線上にあるのではないんです未来はやってくるものであるわけですそしてどのような未来にやってきてもらうかというのは今この瞬間つまりこの今この瞬間というのが中間の点ポイントになるわけですけどもこの中間にどの方向に向かって自分自身の 舵を切るのか。そこに尽きるということが言えるんではなかろうかと思います。良い未来を迎えるのも自分自身。そしてまた、ひどい未来にしてしまうのも自分自身。当たり前ですよね。そして地球、そのことは地球全体においても、人類、日本においても全く同じように。素晴らしい日本というものを切り開いていく。素晴らしい世界を開発していくということも、これも今我々自身が 実際に自分の手で、でそ、そういう未来を呼び込むことができる。そういうチャンスに今我々はいるんだということを申し上げまして、本日のお話としたいと思います。希望の日本再生チャンネル。まだまだこれから。